皆さんこんばんは。一三恒例八太郎一文字八太郎です、えー。雨が降っておりまして、広島市内の夜はですね、えー、ちょっと寂しい感じがしてますけども、トレイン M89、なんかすごいタイトルムービー、いいでしょう。えーまあ、今日はあのー、ラーメンについて語るということで、ゲストはですね、薄い中華の薄いさんをお迎えしてるんでありますが、最初に言っておかなければいけないんですけど、来週ね、この番組また休ませてもらいます。<laughs> ごめんなさい、ここんとこね、ちょっとね、プライベートがね、くんずほぐれず大変なのよ。で 来週はちょっとあのー、えー、一文字出張の旅に出ておりまして、帰ってこれないので、で、皆さんにちょっと相談なんですけど、来週の火曜日は休むんですけど、来週の金曜日にやろうと思ってます。ね。 カジュアル放送局の前に、8時くらいから、来週の金曜日に参加してくれるかないいと思うっていう人は書き込んでいただきたいんですが、今53人の方見てくれてますが、ごめんなさい、あれですよ、あの、趣味 RR、来週の火曜日が休みで、来週の金曜日、旅ですかってキオスミスと書いてますが、旅じゃないのよ、ほんと仕事なのよ。ちょっとね、偉い人に会いに行くのよ。まあ、その人と話ができるかどうかわかんないですけど、えー、OKOK、OK OK、ぺこありがとう、しげこもありがとうございます。わらが寝てるそうですよ、金曜の夜8時。 こいつほんといけすかないやつですよね。8時くらい起きとけよお前。えー、来週、あ、時間的に厳しいねごめんね。 えー、ヘイチュウがいいともいいともありがとうございます。ストーンマック、ストーンマンもいいともありがとうございます。来週火曜日23時に書き立つの世界しちゃうのあ、じゃあ来週火曜日は書き立つさんにちょっと頑張ってもらうということで。よろしくお願いします。えー、絡み合ってる面特集だけに。んいいとも麦ありがとうございます。<laughs> いいとも麦いいね。金曜日、そんな先のことはわからない緑さん。なんとかの予定をあけていただいて、あ、あの、わらわ仕事なんだね。ごめんごめん、分かったかった。えー、来週は火曜日がお休み。 で来週の金曜日の夜8時からやりたいと思いますんでよろしくどうぞお願いいたします。えー、は初めてですね8時台やるのね。 金曜日って言うと昔プロレスやってませんでしたから。はい、やってましたねしたワールドプロレスリングね。うん、憧れの時間帯でございますんで、ぜひとも来週はプロレス特集ということで。いやいや <laughs> 来週はメイプルカイザー特集。<laughs> 誰でしたっけ、それっていう企画をですね、いろいろ考えてみたいと思いますんで。初めて来たよろしくお願いしますっていうのは、えー、葉っぱちゃまですかありがとうございます。えー、ということでですね、今日はメインスペシャルということでお送りさせていただきますけども、えー、なんだか新メニューが登場するということでございまして、ちょっと、えー、 楽しみにしみていいいたただきたいと思います皆さんもあのあ「太陽にほえる」も金曜でしたね、えー。今ってあれですよ広島「太陽にほえる」再放送やっておりまして見るとなんか昔のドラマ見れないね、うん、もうちょっとなんかね画質が全然違ってねデジタルってすごいなと思ったりもしますけどもね。えー、というわけで今日はあの面特集ということでございましてまたみんなもですねラーメンに対する羽さんも今日参加してくださってますんでいろいろご意見等々いただけたらと思います。初めて書き込みますケース えー、西本どうもありがとうございます。よく来ていただきまして、えー、こんばんまでございますんで、1時間のお付き合いをしていただきたいと思います。雨が降っておりますが、広島市西区大島バルコムユーススタジオから12時くらいまでゆるーく生放送。 さあ今日のゲスト紹介しましょう、えー、広島市西港大島バルコムユーストスタジオにお迎えいたしましたうすい中華って紹介していいんでしょうかそれとも粉食粉食粉食ですね粉色文化研究家です粉食、ね、文化研究家のうすいさんです <laughs> こんばんはよろしくお願いしますえー面と書かれた T シャツを着てきていただきましたそれはどういううすい中華のオリジナルそうですそうですあ ちょっと後ろ、あ、見えますか皆さん。薄い中華のこれが、オリジナルの T シャツでございました。白島麺工房でございまして、えー。簡単にプロフィール紹介させていただきますと、薄い中華は昭和32年の3月創業で、えー、来月で55年になるんですかあ、もうそんなになりますか。55年でございます。ますえー、まあ言ってみれば麺を作ってらっしゃる。そうです。麺を作ってらっしゃって、県内だけでも麺の業者は、えー、たくさんあるんですか えそうですね、まあ、年々減ってはきてますがまままだまだたくさんあります激戦区の中から生き抜いている水い中華さんでございまして、えー、だから薄い中華という名前聞くとラーメン屋さんというイメージが私もしたんですけど、うん、麺を作ってらっしゃるんですよねそうで,すでよく私西島バイパスで薄い中華の車見るんですよ <laughs> <laughs> 配達している車を、ね、サボってるんですかね <laughs> えー、ということで今日はですねラーメンの話をいろいろ聞こうと思うんでありますけども、えー、先週ホームテレビの熟年ファイターズにご出演されまして高視聴率を記録ということでえー、まあのあとですね、えー、歯に抜着せぬラーメン論を語っていただいてるということで。<laughs> <laughs> もともと臼井さんをこの番組に出てきていただいたきっかけが、一蘭という博多からのラーメン店が広島に誕生するということで、美味しいラーメンとはなんぞやというのを基本に立ち返って聞いて、私もすごいカルチャーショックを受けたんですけども、まずこれ、一蘭さんの話はちょっと置いといて、ね臼井さん、美味しい麺というのは、どういう麺でしたっけ、はい、そうですね、まず食感があります。食感があります<の>んですでかね いわゆる腰だとか足だとかっていう表現をするんですけれども麺の強さであり粘りでありそういった食感がまずありますそれから麺の味と香りですねあのやっぱり小麦粉の風味と乾水の風味これがうまくこう醸し出された麺がやっぱりうまい麺ですね最近私もそれに注意するようになりましてですねまずい麺というのが分かるようになってきましたあっほんと分かるようになりましたあのね麺の味を気にして食べてなかったの今まで。 どっちかっていうと、うん、なんとなくもうトータルというか雑多な一杯として食べてたんですけどやっぱ麺とスープの辛みというのがね最近ちょっと本当分かるようになりましたでまずいラーメンっていうのは辛くしたり必要以上にね例えば細い麺を作るのは大変なわけよね粉っぽくなったりそ,、うん、それをごまかすために何か入れたりするわけよそうですよね、はい だから本、本来は麺も美味しくて、その何かトッピングも本当に絡み合って美味しくて、美味しいラーメンが一番いいわけですよね。それ、ごまかすためになかしちゃいけないわけよ。わ、うん、かる。みんな、ちょっと、俺、今、ラーメン、ラーメン論語ってる。<laughs> 臼 <laughs> 井さんの受け売りな。<laughs> そうですよね、臼井さん。そうです。あの、何かを出して、それがプラスアルファで上手くなればいいんですけれども。うん、それはごまかすために入れる必要はないですね。うんうんうん。はだけん、うん、さんも麺の味は重要です。また、スープとのバランスも大切です。そう。だから、そういう麺があって、スープがあって、いろんなのがこう、トータルであるから。ラーメンというのは美味しい。そうです。で、臼井さんに前回聞いたのが、広島のラーメンというのは、もっと主張、あの。ブームになって、いいほど美味しいもんだって言うのは、これ、これどういう。 ことからでしたっけこれはですね、えー、あの今その麺とスープっていう話が出ましたけれども私はあの三位一体だと。 思うんですよそのトッピング広島ラーメンでいうと細もやしですねそれからチャーシューで青ネギでメンマとこれらの具材とスープと麺がうまく調和が取れてるのが広島ラーメンだとその何一つこう出しゃばったりはしないんですね一つずつがそのうまく自分の役割を果たして食い終わった時にああうまかったなとこれがやっぱりラーメンの私は本質だというふうに思います。 博多ラーメンというのは獣臭がするっていうのがちょっとありましたよねそうですね、はい、これはやっぱり豚骨を使ってるから好きな人はもちろん好きなんでしょうけども、うん、あの豚骨を使ってるからじゃないんですね広島のラーメンも豚骨からスープ取ります豚骨醤油って言われる豚骨から取るんですけれどもうん、うん、その下処理のかけ方が圧倒的に違うんですね博多、多九州の方はその獣臭が多分 好みだと思うんですけれども、はいはい、広島の方はそれが嫌なんで、うんうん、一度あの骨を炊いた湯は捨てます、広島の場合は捨てます,捨てますそれから骨をきれいに洗います、血合いだとかなんか全部こう雑味になるものは全部取り除いた後にうまみ、うん、だけを出すためにもう一回炊き直すんですね。このの手間暇のかけ方がやっぱりあの広島は 相当かけてます。うん、これが広島ラーメンの特徴。そうですね。はい。ええー、味一体の酸味は酸っぱいと書か,かないでください。<laughs> お前らちゃんと聞けよ。<laughs> 頼むよ。豚骨でも臭くないところもありますよってみどりさん書いたのは、うんうん、それはもちろん。もちろん、もちろんそういうことですよね。もちろん、そういうところの方が、私も美味しいと思います。うん、そうか、広島は細野家もあるもんね。あれも、他県の人が見たら驚きますよね,、うん、そうですね。もやしが入ってないラーメンっていうのは多いですから。 細いもやしないですもんね、関東のはまはもやしよりでも太もやしですね、広島はでも太もやしじゃだめなんですね、水っぽくなっちゃうんで、細もやしをシャキッと茹でるっていうのが、もうなるほど、今ね、今ね、師匠さんから来てきます、ごめんなさい、獣臭がないと豚骨ラーメンと思えない、クルメ人。いや、そうでしょう、そうでしょう、クルメが豚骨発祥もう、発祥です、ね、ちょっと私たち、ラーメン飾ってきたね。 広島の豚骨醤油のお店でも臭いところもあるしいわゆる豚骨でも臭くないところもたくさんあるそうです畠山、うん、さんのおっしゃる通り、そり広島だから全部が臭くないというわけじゃないですよね、うん、理想を今語ってるところなんですけどもそういうことです、えー、細もやし好き好きって書いてあるやつそうですねでこっからまた発展していきますよ、えー、広島はそういうまず広島ラーメンというのがあったんですけどそんなブームにならなかったどっちらかというと背脂を入れた尾道ラーメンのが 全国ブランドになりましたね尾道のラーメンといえば朱鹿園とか津田富士とかそういう尾道のラーメンが観光とブームになってまず行きましたねで広島はその後どんなブームが来たかっていうつけ麺が来ました広島ラーメンは全然ブームにならずにつけ麺は新火園があってそれからいろんな店ができて爆弾屋とかげんこつ名は分かんないけど爆弾屋とか。 やでも今カラカラテとかカラブーとかー、ね、ー今すっごいできてで奥田民生さんがテレビで言ったりして広島のつけ麺がブームになりました、うん、このつけ麺はいかがでしょうか薄井さんあっはやりやはだけんさんとうはやりやはや、いはい、りや老舗ですよあの美味しいとこもあります、うん、であのー、さっき言われたようにその、うん 辛さでごままかしてるようなお店も正直ありますやっぱりその奥深さがあるつけ麺は私は好きですけれどもやっぱり薄っぺらいつけ麺も、うん、あ,のあることは確かにですねはいはい。 すっぺらいつけ麺がああることはありますね <laughs>、はい、今ね今すごいトークしてますよ「からがさでごまかしてる店多いですね」って畑園さん書いてありますけどこういうのはねたくさん行ってる人じゃないと分かんないですからねいつも美味しいとこ行ってる人は幸せですよねあそうですねそこしか知らないわけですから、まあ、ねで今ここまで、えー、っとラーメン語ってきましたけどこのつけ麺の後にブームになったのが汁なし担々麺喜作さん、はい、で今国松さん、うん とかい,いろいろまたこれも出てきてない店がないぐらい汁なし担々麺が増えましたよねつけ麺つけ麺になるとこ必ずあったりするもんねうん、うん、あ、違うわ汁なし担々麺とラーメンがある店があるもんうちの近所で、うん、ありますありますよね、はい、すでその次に来たのはこの汁なし担々麺なんですけどこれについてはうつ木さんいかがでしょう この汁なし担々麺っていうのは、まあ後で出てくるんですけれども混ぜ麺とかあえ麺の,、うん、その部類に入ると思うんです、はいはい、で汁なし担々麺っていうのはもともと四川省の担々麺が発祥で日本の方の担々麺っていうとそのスープの入った辛いスープが入った、うん、チーマージャンとラー油が入ったのを連想されるんですけどうん、うん、四川省の担々麺っていうのはスープがないんですね。麺をゆがいて 多少の醤油だとかうん、うん、香辛料をのっけて混ぜて食べるうん、うん、これがそもそもその混ぜ麺あえ麺の,あの源流だというふうに私は思ってるんですけどそれを少し発展させたのが広島の。 あの汁なし担々麺ですね,そうですね昔、そごうとかあ今、四川飯店はあの違うビルがありますが、昔、そごうに四川飯店があった時に、汁なし担々麺があって、うん、その時には、えー、竹のすなんかこう、レンゲみたいなのがあって、スープがあるのが担々麺、あ、汁なし担々麺、担々麺頼んだらスープがあるもんだったね。でも、喜作さんとかは、その中四川のある、はい、その汁のない担々麺を汁なし担々麺として出して、はい、しこれがまた広島のブームになった。うんうん で、今こうやってブームを検証してきたら、どうやら次は混ぜ麺に来るんじゃないかっていう <laughs> <laughs>。強引ですけども、<laughs> ええー、油そばっていうのがありますけど、わわら、そうだ。うん、油そばって、どう、これ東京ですか。じゃ、あの、東京小金井でしたかね。うん、の方が発祥だっていうふうに言われてる、これもやっぱり混ぜ麺,の混ぜ麺ですよね。うん、で,すねですよね。はい、これ混ぜ麺という文化って、どうなんですか、薄井さん。 麺を作る立場からいくとえーっとえっですねこれ語ると多分一晩かかると思うんですけれども <laughs> あの基本的にラーメンに使う麺と、うん、そのあえ麺混ぜ麺に使う麺っていうのはやっぱり私は分けなきゃいけない。 っていいううううに思んでですすよ違ことかそう特徴が違うっていうか目的が違うんでやっぱりラーメンっていうのはスープの中に入るっていうのが大前提なんですね熱いスープの中に入るんでそれに負けない何かしらその特徴を持っとかないと麺がそのスープに負けると逆にあい麺まず麺っていうのはスープがないもんですからないですね 混ぜた時あえた時にそのタレを吸い込むようなその特徴を麺に持たさないとこれがう食った時にうまみとして感じないんですね分離しちゃってだからある程度だしを吸いながら混ぜていくっていう。 そのよくその汁なし担々麺10回混ぜてくださいとかって書、ね、か,か,かれてる店多いんですけれども、うん、それはタレ自体を乳化させるっていうその目的もありますし、うん、混ぜることによって麺の中に染み込ませていくっていう目的もあるえ皆さんううメモしてくださいいいですか乳化、えー、いうことが出ました <laughs> <laughs> これはあのあれですよね <laughs> <laughs> これ薄い井さん今の乳化ってのはどういう意味ですか お父の父に化けると書いて乳化、えー、その油と水が混ざり合うことを乳化っていうふうに言うんですけれども。あの、それをすることによって、うん、その人間の舌っていうのは、その旨みとして油を捉えることができるんで。えー、うで、うん、じゃあ、あれ混ぜてるのは乳化させてるわ。けです、うん、そう、そうです。あの、例えば中華で鍋を振りますよね。うんうん、あ振りますね。あれ、油、まあ、中華油が入るんですけれども、うん、あ、油と、その、例えばスープみたいなものを混ぜる。 ことによって入荷させて、あれは旨みを出してるんですよ。木う草野さん、父だけ書くのやめてください。<laughs> 入荷ってちゃんと書いてください。ちっ <laughs> さんのさん。えりこ二十二パンダ、熱い、熱いよね、今日ね。そう、そうか、入荷させるために。だから本当あれじゃ、混ぜた方が美味しいってことですね。あ、多分絶対そうだと思いますね。はい。あの。うん サンタメとか食べるときに。うんうん、で、えー、入化で旨味を出してるんです、清澄さん、そうなんですよ。で、えー、油そばは麺自体が美味しくないとまずいってパッキーラさん書いてあるんです。まあ、どの麺もそうでしょうけどね、混、うん、ぜ麺、特にそれ感じるときありますよね、そうですねやっぱり麺にうまみがないと、もう麺を食う料理なんで、<う>ほとんど麺ですもんね。うん、麺がまずいとやっぱ どうしようもないですね。真面目、曖昧の場合にはですよね。真、うん、面目と背面の区別ってあるんですか？うん、まあ、ほ,ほぼ一緒ぐらい。うんうん、白菓子担々麺は混ぜ麺ですか？混ぜ麺です、ね。混ぜ麺ですか？はい、で、うん、私たちもこの真面目に一石を投じようということで。はいえー あのなんとですねあの去年、つい生感謝祭で割引に協力してくれたのが元祖広島混ぜ麺一品屋さんでございまして、広島市南京橋所にあるんですけども、えー、稲荷町手前の伝統の川柳寺の裏手にありまして、えー、ランチタイムはサラリーマン OL で常連さんも多いと、夜は飲み会で帰る人もいる結構遅くまでやってるんですよね。え、おお、そうなのあ日行こうかな。えー半生 波大盛り特盛りとまあ0 5一玉、1 5二玉から選べるということで女性も配慮してまあボリュームによって580円から920円看板メニュー見てみましょう看板メニューこちら元祖広島混ぜ麺行ったことある人元祖広島混ぜ麺細麺の上にはひき肉とネギ生卵下に隠れた出汁があってポイントはオリジナルの唐辛子味噌ちょっと辛めということですね、うん えー、で,で、うん、稲荷町どこだっけな、今日通ったはずなのに思い出せない、イラミエム町はね、だから広島駅からまっすぐ行ったとこ。で、豆乳混ぜ麺というのもありまして、この豆乳混ぜ麺は、ファミリーマートで商品化の話もあったんですが、豆乳が固まってしまうそれ残念だな、生卵苦手って、みどりさんありますね。私も苦手なんですよ麺に生卵は うーんで、えー、広島つけ麺もあるんですね、これ結構お値段がちょっとお安くなっておりまして、えー、いくらかな、まああと、あと聞きましょうか、えー、お腹空すいたね、だんだんね、みんなね、食べたくなってきたよね、<laughs> で中華そばとかもありまして、こちら、豚こしょうゆの王道の広島ラーメン、こちょっとなんか薄いね、スープが、色が、醤油の割に。うえのわりには。<laughs> 食べたら濃厚なんですか濃厚魚介ラーメンとかっていうのもありまして今日はですねあの薄井さんとこのま、えー、ぜ麺一平屋さんがコラボしてくれたということで、えー、一平屋の店主の金藤康彦さんにお電話をつなごうと思います、えー、スカイプしますんで金藤さんよろしくお願いします3人でお話していきましょういや,いやいやいやさごたね牛乳とコラボの話ありましたよね国松あそうなんですかみどさん詳しいなぁ さあ今からですね、このまぜ麺一平屋のえ金藤さんにえスカイプをしてみましょう。この時間にラーメンはテロだと。ヘンリー・ウォングさん。まあまあ。ただいま呼び出しております。呼び出しております。<laughs> こんばんは。あこんばんは。金藤さん、よろしくお願いします。金藤さんいますはもともとと えー、この混ぜ麺屋する前は、はい、どんなことをしてらっしゃったんですか、えー、居酒屋とかですね、えー、和食のお店とか、えー、あと、まあ、香港から来られたら中国人の,あの方の,あのサポート役とか,やったりとかお、お、はい、で、この一平屋オープンしたのがいつですか これはおととしの9月の27日ですおととしの9月にオープンして、うん、まあぜめんをやろうと思ったきっかけっていうのはそうですね、何かやっぱり新しいものを何かやっていきたい、なんかこう、ちょっと、もう、こう新しいものを発信できたらなっていうそうで、すよねはい、うん。で、えー、っと、えー、そうそう、ついなま感謝祭でもいろいろお世話になりました今、景気はどうですか そうですねだいぶこういろいろこう皆さん、口コミで認知されてきたみたいで、うん、だんだんと大手博多ラーメンチェーン店とかが広島を席巻しておりますが影響はどうですかう,ですうちは今のところはないかなっていう今のところはないかなとはいちょっとあのついなおファミリーの皆さんううぜひですね 行っ,ってください、私も明日か明後日行きますんで、ありがとうございます。えー、場所をもう一回、ちょっと詳しく教えてください。えーあのー、駅前通り、電車通りからあの駅前通り、駅のほうに向かって行っていただきました。はい、千龍寺っていうお寺さん、お寺さんがあるんですけど、も。えーえー、そちらのちょうど裏手になるんですけども。ちょっと中入っていくんですよね、看板、なんか縦看板みたいに出てましたよね。 そうですね、縦看板とあと混ぜ麺の上りが立ってますので立ってますよね。それ,がはい、それを目印に、レッドヘルアーミーさんは常連さんだそうでございまして、なるほどね。えー、で、今回、えー、っとろろ混ぜ麺を作ろうと。そうですね、はい、こ<れ>何かこう、またちょっと面白いものをやっていきたいと思います。 うすいさん、うすいせめんさんのところのですね、えー、あの従業員さんが、えー、あの、足しげく、こう、新しい麺をこうサンプルで使ってみていただけませんかっていう営業を来ていたので、で、あの、まあ、その度に、こう、いろいろ麺をこう試食させていただいて、うん、で、まあ、ちょっと、こう、うちにない太麺の麺、これで何かできないかなと。うん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 。はい。で、ちょうどあの、まあ、 もともとあの、今、新薬は世良町の方で、あのー、まあ、近くに、北町にですね、特産、うん、の山の芋っていう、あのー、非常に粘りの強い山芋があって、それを、あのー、まあ、実家で、こう、たまにこう出していただいてたんで、うん、それの味をちょっと思い出して。山の芋を混ぜ面で使ってみようと。はい。 えーとね、ちょっとね、小葉,ち,あ小葉ちゃんが、ね、場所がよくわからないという、住所、川柳寺のみんなね字が難しいと思うんですけど、五七五の川柳じゃないんで、五七五は俳句か。専門の専に立つ寺と書くんですよね。そうですね、はい。えー、中区稲荷町でございます。稲荷町でございます。えー、で、まあ、その寺の山の芋を使おうということで、 臼井、えー、さんとこの特製のちょっと太い麺ですか臼井さんこれはそうですね、あのー、太い麺で米粉を練り込んだちょっと太めに山の芋に負けない食感を出してやろうと思ってっちょっともちっと系のちょっと弾力の強い麺を作ってみました、あのーえー、で、えー、どうですか金藤さん出来栄えは あのー、最初、細麺でやった時に、どうしても山芋だけを食べてる感じがあったんで、ちょっとこう、何か足らないなって思ったときにこう、薄井社長のこう太麺にもっちりした麺が、非常にこう負けない、しっかり麺のこう存在感も出る麺だったんで、うん、まあこれだったら絶対いけるんじゃないかなと思いましたあとなんかいろいろ試したんですね、青唐辛子とか。 ですね。はい。こちらまたあの、宇津井社長さんのこう、こう。いいアドバイス頂いて。うん。まあ、青唐辛子を刻んでみたり、ゆず胡椒を入れてみたりとかですね。結局、あの、コラボするのはどんな商品だったんでしょうか。こちらですか。あの。とろろ芋、とろろ、はい。太い麺で。山の芋をとろろ入れて。はい。で、であの卵をですね。 卵を入れてこれ、はい、卵さっき苦手っていう人いたんですけど卵いらないですって言ったらなしでもいいですか <laughs> なしでもはいなしでもいいでちょっと少し割引させていだいあ,ありがとうございます <laughs> で柚子こしょうを最後にそうですね柚子こしょうをつけるご好みで加えて頂い,いてうん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 どんな味ですか薄い社長 いや風味があって山の芋、うん、初めはですね山の芋にこう全てこうかき消されてたんですよ。うんうん、それがその麺をそのもっちりとした太麺にしてそれからゆずこしょうを混ぜることによってこう。 キリッと締まったうまみになってきて、うん、山の芋の特徴と麺の特徴と、うん、それとその柚子胡椒の締まりですねかなりあの風味も良くて美味しかったですねこれは金藤さんいつからお店に出そうと思ってらっしゃいますかこれは来週から販売しようと思ってます来週からおいくらで、はい ちょっ六百円でさせていただきたいと思うんですよ。いいじゃないですか。山の芋のこの六百円はちょっと頑張ってるんじゃないですか。うん、ちょっと頑張って。はい、ねちょっとあのー、皆さん食べに行ってくださいね。絶対ね。駐車場ってあるんですか。駐車場がないなくて近くにコインパーキングはあるんですけども。近くにコインパーキングがあるんで皆さんあのぜひちょっとそれか公共の交通機関を利用していただいて行っていただきたいと思います。え六百円は半玉って書いてありますから乱暴から。 あ金藤さんは,んは、はい、600円でこれ出すんで、これ、半玉ですか、麺はは半、はい麺の量は、どうですか,いいか麺の量はですね、ええ、一応、あのー、先日持ってきていただいたグラム、120グラムだったんですけども。ええ 今日ちょっと、あのー、薄い社長さんのと従業員さんとちょっとお話しさせていただいて、もう100、今使ってる麺140ぐらいまでちょっとこう、させていただけないかなと。で、半麺ですね、あのはい、お客様、女性の方もうち多いんで、なるほど、なるほど、これは半麺、ね、はい、麺を食べていただいて、あのー、 最後ご飯を入れたらちょっととろろご飯になるんで。おお、ごごご飯も入れられるわけですよね。<ー>目の後ね半面。はい。じゃあ六百円は半面ですね。でそこからまた値段変わってダブルとかもできると。そうですね。六百円が一玉で半面は五百円です。半面は五百円で六百円が一玉でございますんで<ー>皆さん。はい。ぜひぜひこれはちょっとであとご飯はいくらでトッピングできるんですか。ご飯は百円で。百円でたた。はい。 いいんじゃないですか、皆さんこれ。ちょっと食べに行ってください。これぜひぜひ、あの、ついなめいちオシでございますんで、えー、ぜひ私も行きたいと思います。来週はもう月曜日と言い切っていいですかはい、大丈夫です。大丈夫ですかえー、皆さん、来週月曜日からでございまして、はい、混ぜ麺一平屋でございます。この、なんという商品名ですかこれ、一応、とろろ混ぜ麺なんですけども、まあ、一応、まだ決めてなくて、もしよかったら、こちらで何か、あの、いい、 があればうちに頼まない方がいいちょっとみんな聞いてみます、えー、とろろ混ぜ麺なんですが皆さんいい名前があったら書いてくださいよろしくお願いしますみどりさん来週からです月曜日からでございますんで、えー、小バー2かさも月曜日から右京三文字遠いけどね次生の名前入れようなとまよて次生ねどれがいいかねとろとろすんなっていう。<laughs> そいけないよなよ <laughs>、えー、ねえ、広島行きから歩いた方がいいですかあ、行けるよ、歩いて全然。うん、住所、京橋か。京橋町なんだ、柿田さん、ありがとうございます。とろろまぜルとろろまぜロとろろまぜトロルマゼメンなんかないですか、皆さん。とろろいいですね、ジュル、いいですね。じゃあ、じゃあもう決めていいですか、はい、ツイットロっていうのでどうでしょうか <laughs> <laughs> いやでもトロロ混ぜ面のかわかりやすいと思いますよ <laughs> 金戸さんごめんなさいあの、はい、とトロロ混ぜ面でお願いします <laughs> <laughs> はいわかりました月曜日から期待しておりますんでまた番組でも PR していきますんであはいありがとうございますいつもありがとうございます本当食べに行きます、はい、今度あはいありがとうございますじゃあ失礼します,いますはい失礼します やっぱ臼井さんこうやって麺というのもいろいろこう変えていくと味を作っていくことになるんですねそうですねやっぱりあのまあ一種の芸術ですよねねえー、えだからえ米粉を入れてそうです麺の中にそうですそういうこともできるんですかもう粉文化研究、ね、<laughs> <laughs> えじゃあ <laughs> 例えば、もう麺の中に唐辛子とか練り込むこともできるんですかああ、可能です、可能です。赤くなって、時々お好み焼き屋さんであったりしますよね。ということは、あのその麺の中に何、何モロヘイヤとか、ビタミン C とか、<laughs> <の>そ,そ,うですそうです、あのそうです。可能なんですけれども、まあ美味しいかどうかはあんまりこう、アリュージャドウには走りたくないんですけれども、やっぱり本当にその。 入れることによってうまくなれば、うん、あの何でもトライはしたいなと思います。この米粉を入れることによって食感が随分その改善されますし面白いそのやっぱり米自体のそのもちっとした食感と風味が出てくるんでんあの米の炊きたてのようなこう香りが麺なのにするようなイメージですね。ああじゃあとろロロと合いますよね。そうそうそうトロロご飯というイメージがありますもんね。その辺も狙って。 この麺作ってみました、はあ、すごいですねえどうやって作るんですかそれは秘密ですよね <laughs> それはです、ね、一晩いただければしゃべれるんですけどえということはこうやって、えー、っともっちりさせるためにタピオカを入れてるところもあるな佐<う>健さん詳しいですねですあの例えば冷凍うどんなんかは、えー、冷凍うどん、うん、あのタピオカのでんぷんを2割3割 入れる手法を取りますねこれは、まあ、そのタピオカのもちもちした食感を出す狙いとその冷凍かけるんで、ね、老化しちゃうんですねこうパサパサになっちゃうんでその老化を防ぐ意味でもその加工した澱粉を入れることによってそれを補うっていうそういう目的で入れますう,う,うどんにタピオカそうなんですあとねすごい柔らかい食パンに、うん、こんにゃくかなんかっていうのも聞いたことあるんですけど。うん あのもういろいろですね。そそその系統は今いろんな添加物が出出回ってるんで、いろいろ研究されてます。<ー>うん、グルテンって何ですか？人が <laughs> <laughs> いただけますか？<laughs> <laughs> あのこむあのどういうんですかね。穀類にはタンパク質がまあ、はい、米にしても大麦にしてもタンパク質はあるんですけれども、そのタンパク質の成分の中で小麦にしかないタンパク質に。 グルテンというものがあって、うん、そのグルテンの成分はグルアジンとグルテニンという,こう2種類なんですけれどもうん、うん、骨格を作るそのグルテニンとそのもちもちっとした食感を出すグルアジンっていうのが、うん、その2つがこううまく作用してあの小麦の例えば麺でいうとコシパンでいうと膨らみを作るわけですね、うん、だから小麦っていうのは非常に面白いですね、うん、これは米にはない特徴なんで、うん、だから米粉を入れすぎるともう。 違うもうその崩れた麺になっちゃうんでうんあんまり入れすぎるとだめなんですねこれどこまで入れられるかっていうその微妙なところのさじ加減が非常に難しいところでねえ重子私の肌はタピオカ入りってね, <laughs> ねうまいこと言うね私の肌はコシがあるよ本当にね <laughs> グルテンねまあそういうことであのあれですよいろいろこうやって臼井さんに話聞いてるとラーメン店を開業していくっていうのは麺を作る人との二人三脚っていうのが本当によくわかりますねそう,ううそうですねはい。 とということですか、はい、やっぱなんか戦いがそこにあるわけですから、ラーメン店主とか、まぜ麺店主と。戦いっていう、まあ、そうですね、お互いにまあ競い合う部分はあるんですけれども、うんうん、やっぱり私どもは裏方なんで、うん、その完成のラーメンをイメージしながら、その麺を作っていくっていうところには徹してますね。うんうんうん、ということは、臼井さんとこの商売を成り立っていこうと思ったら、やっぱりラーメン店に繁盛してもらわないと。ですよね、ええ、だからある意味本当に 応援というか、まあ、当然ですけど、うん、繁盛するためのアドバイスもいろいろこうさっきの青、えー、唐辛子入れた方がいいんじゃないみたいな、うん、もううまくなる努力でしたら何でもさせていただきますすごいですね今度はあの私小倉行くんですけどどっかおいしいラ、えーメン屋あの紹介します<笑><笑>じゃあちょっと一曲聞いていただいてこの後もまだまだみんなとやっていきたいと思いますので、うん、ヘルニアンズいきますか、えー、ヘルニアンズのテーマ聞いてください 「パン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 でるよ」<noise> One, two, one, two, break down. Then, total relax. Hug, stay, hug, stay, hold. で久々にヘルニアズのテーマ聞いていただいたんですけどうすいさんも腰のヘルニアということでね腰と首にあります大丈夫ですか年に私が心配するのも変なんですけど <laughs> 年に二回ぐらいはしんどくなりますねよかったら気候を紹介しますけど <laughs> 最近よくないよねあの超超能力あれからちょっとなんかそういうまた気候とかなんとかっていうのがなんかまた立場があれですけどもただう x からうすいさんは職人ですねやっぱ職人ですかはい 職人ですよねもうぶっちゃけていろいろ今まで聞いてるんですけどやっぱりラーメン店を開業しようと思ったらあの何が必要ですか今インターネット見たらほんとね書いてあるのよあのスープの作り方とかねうんあのそうですねスープの作り方も麺の作り方も書いてあるんですけど、えー、やっぱり愛情と熱意がないとだめだと思いますねまはよく聞くんですよね儲かるのは儲かるんですか <laughs> <laughs> 当たれば儲かります。当たれば儲かります。笑いが止まらないぐらい儲かりますか。ビールが立ちます。それなぜですか。他の飲食と比べたら、まず回転率がいいですね。圧倒的に。そうね。そうですね。ラーメン店ってね。例えば同じ例えば昼のランチにしても回転率が圧倒的に違うんで、そこはあのメリットですね。ラーメン屋も。何回転もしますもんね。ね。ねで割とあれですよね。一人でも なんですか普通だったら相席っていうのはダメだけどラーメン店だったら全然うん、うん、全然 OK ですもんね儲かってるとこはもかってると思います <laughs> うちは儲からないですけど、ね、<laughs> 予防線を張ってきました <laughs> <laughs> 儲かる要素って何かありますかこれとこれとこれみたいな店の作りはこうじゃなきゃいけない、うん、あのそうですねまずう,うまいっていうのは多分あの必要なことだと思うんですけれども、うん あのちょっとうがった見方をすると今繁盛してるお店は、うん、そのうまい瞳孔の評価はもちろんあるんですけど、うんうん、元気がある店だなといいですね元気がある店は、うん、昨日も言ったけど元気があるのよ書いてあるもん「えー、麺を作る場所メンバーの一言が店の雰囲気を決める」「俺読んんだもん <laughs> メンバーの一言が店の雰囲気を決める」 ね、私は科目ぐらいのおやじがやってる方が好きなんですけどまあでも今接客もやっぱりそういう風にこうまあ女性も来るからやっぱり笑顔で迎えなきゃいけないみたいなところもありますし取ってつけたようなサービスどうかなとは思うんですけれどもでも確かに元気がある店の方が繁盛してますね。は<ー>うん すごいよ、本当にね、今。バイトもよくあんなにせよ。く教育されてます。はい。ねえ、うん、普通俺ら見せてバイトするとき、客来てもさ、水ボーンって投げて置いてたよ、昔は。<laughs> 今はすごいですよ、ねうん。そうですね。で、綺麗なお姉さんを雇われてますしね。 あそういう女性とかに、うん、まあまあ確かにねあののれ、うんレンがいた時女性の声がしたらちょっと安心するもんね、うん、あれに俺の声が出てね <laughs> <laughs> 何するとかって言われてもねちょっと困るもんね <laughs> 京橋のボーラーメン屋の親父はよく喋るあそうなんだ、うん ランボーからありがとうございます。美味しくてなるべく、なるべく添加物少ないと、ぶち嬉しいです。行きたくなるラーメン屋さん、小ん、うんうん、添加物ってのは、うんねうん、昔みたいにおばちゃんの指が入ったりしないのねしないね。<laughs> あのね、緑さん、<laughs> いいこと言う。俺はね、本当に感動するんだけど、バイトに。<laughs> えっと、一風堂とね、どこだっけな、と、う、え、ん、っとね、一風堂、ガバムかな。自分であの丼さったら熱いんですよ。 はいはい、よくバイトのお姉ちゃんがそれを手で持ってくるのは手袋してないのよでも暑いのよわあこれってもうすごい大変な努力なんだろうなと思って、うん、本当思わず時給いくらって聞きたくなるよなね <laughs> 本当そう思いますよ熱いっすよ、うん、接客で味の感じ方も変わってきますね俺もスクエース、うん、かわいい娘まあね、まあ、そうでもないよ竹岡さん 接客だけじゃないと思うラーメンは。結局、食べてるとき、ラーメンって孤独だもん。あのー、ね前、宇津井さんがおっしゃってましたけど、広島ラーメンというのは、家族で行ってワイワイ食べるから、広島ラーメンのいいところがあるんだっていうのをおっしゃってたんで、私も本当に思うんですけど、やっぱりあのテーブル席があるラーメン屋さんが好きですよ、カウンターばっかりじゃなくて、カウンターもあっていいんですよ、うん、1一人で行きたいから、たまに家族で行ったり、たくさんで行ったりするときに、なんかテーブル席があるラーメン屋さんはやっぱ好きですね。うん うんそういうのは好きですけどね、サイドメニューはどうなんですか、薄いさんは、例えばその博多なんかに行くと、餃子はつきもんですよね、ねはい、だけど広島はあまりその餃子の文化っていうのは逆になくて、ねはい、ラーメン屋といえば、まあ、あっておでんです、ね、おでんですよね、広島のサイドメニュー、うん、これがまたいいですよね、うん、ああの広島のおでんっていうのは、やっぱりラーメンスープで炊くんですね。 はあええ、ですからラーメン食いながらおでんっていうのが相性がいいんですよ。あらそう,、ええ、あそうなんだ。うん、広島ってあの本当みんなに驚かれるんですけどラーメン食べておでん食って。 でおにぎりよ。うん、<laughs> これねまあ炭水化物多すぎるだろうって言ってするけど <laughs> これがサ,サイドメニューでねそうですねうんまあビール飲むぐらいですからねそれにねうんということですけどえギョー餃子はあって当然だったけど今は注文しないな正喜道そうなんだおでん知らんかったヒロさんそうなのよ焼き鳥屋さんのラーメンが美味しいええー、どこ焼き鳥屋さんのラーメン美味しいまあそれはそうか鶏がらがあるから今夜はおでんと冷酒でしたえ英、ー、夫さん <laughs> うん、しゃん。上海総本店の お電話イケリオンランボ上海総本店行きたいんですけどね昔よく行ってましたね <laughs> あのワンタン麺ン食べにねえー、ねえ、ええということでございましてね今日も薄井さんにいろいろ話を伺いましたけど今度は薄井さんと、えー、ラーメンセミナーというのを開こうという企画しておりまして、はいえー、薄井さんをみんなで囲んでラーメン食べながらラーメンを解説してもらおうという企画なんですけどそれどうでしょうか薄井さんいやぜひぜひあの 皆さんのお話聞きながら食べたいですね,ねえ、うんえー、例えばそこ行くとしたらどんなお店に行きますか今薄井さんの頭の中でいやでもやっぱり座敷があるテーブルがある店になりますよねあそうみんなと食べるんですからねそりゃそうですよねうん、うん みどりさんセミナー行きたいってほら来ましたよもう早速女性からす井さんとラーメン食べたいちょっとみんな明日のツイート逃げましてこれです井さんとラーメン食べたいみたいなまあうれしいどこ行きましょうかねどこ行きましょうかね流れから千番さんなんか座敷があってわいわいいながら食べるそういえばラーメンセミナーの話ありましたね西村ね西村が司会でね 使う使う、えー、西村が司会でえー、っとラーメンセミナーやってみたいと思いますちょっとみんなでラーメン食ってここの味はどうとかっていうのはそれ店主に気兼ねすることなく言い合ってもいいもんなんですかね、うん、いやいいと思うす井さんがいてくれたら、うん、す薄井さんがいてくれたら自分も店主の人にもちょっと聞いてもらって、うん、ねあそこのおでんも結構あれじゃないですか全般おでんありましたっけ あ,あります。濃いおでんじゃなかったですね。うそうですね。さっきの上海総本店もかなり濃いですけどね。千葉のおでんも濃いですよね。うん、昔ながらのね。ええー、ということで本当にね、いろいろあのラーメンは尽きないわけでございますけども、もしあのみんなここがおすすめというラーメン屋さんがあったら書いてください。ええー、無空さの第一劇場好きだね。うん、千葉並んでていけてないな進展並んでるんですか？ミライラのさんから。 そ,そこまでは<ー>私は行くときには入れますけどねどこかみんなあのおすすめのラーメン店があったら教えてください横水夫は目の前の家の人んうすいさんとラーメン食べてるところを遠くから見ていたいしげこね、えー、ということでございましたあんまないですかおすすめのラーメン麺かあ麺かねシのラメのね カレーラーメン食べたね。かききれない、畑園さん。やっぱ書ききれないほど美味しいとこあるんだね。でもね、畑園さん、これは私の言い方かもわかんないですけど、こんなに最近ラーメン屋さん、ラーメン屋さんって言ってるのに、自分も好きだから1ヶ月に1回ぐらい新店は行くんですけど、そこまで当たらないんですよ、うんえー。光町にある道丸はうまい。ありがとうございます。チェックさせていただきます。竹岡さん。えー、長野県あ山口県下松が暑いらしい、西村。下松のあたりって女性がラーメン作ってませんか そうですね,おば,ですねおばちゃんが作ったら店多いですね、はいえー。行ったことあります、私も。うこっけえー、ラーメンとかありますよ、ランボカレー中華はラーメンに入りますか、どうでしょう。あ私、個人的には好きです。個人的には好きです。自分で作って食べたりしますね。うんこれ、中華でいいですよね。ラーメンでいいですよね、カレー中華カレー中華、はい。ラーメンですね、えー。七福神の中にある大鵬がいいですよ。ああそうなんだん高知の鍋焼きラーメン。 ああ、これ広島じゃもうありますけどね、お店もね、高知にもあります、鍋焼きラーメン。うん、私はこれ、ラーメンとは認めてません。高知、うん、が嫌いなわけじゃないですよ。高知 <laughs> が嫌いなわけじゃないですけど、<laughs> 鍋焼きラーメンはちょっと違うかなと。国際ホテル脇にあった海風堂、好きだったチャーシューを焼いてくれる、あ、炙りチャーシューのお店ですね。うん、一風堂に行きます場。場所が行きやすいです、コバちゃん。ね、なるほどね。うん。まあ、いろいろ、みんなやっぱりいろいろそれぞれのお店があるんですね。うーん。かえ 開封堂は今吉島に移っったんんですって畑さんありがとうございますね吉島にあるんですかラーメン食べたくなってきたどうしよう食べようインスタントはどうなんですか今臼井さんともこうレトルトとか作ってらっしゃるじゃないですかうんあのー、私も週に一度はインスタントラーメン食べますやっぱそれはまあ研究の意味で研究の意味で、うん、食べるんですけど、うん、やっぱ万人受けする味をやっぱり作って。 でらっしゃいますよねそれがまあラーメンかどうかっていう範疇は別にして、ですね食い物としてスナックとして、よく研究してるなっていうふうには思いますうんうん、うん、チキンラーメンがたまに恋しくなる、うん、これはね、私も、ね、いろいろ研究したんですけどね、やっぱりね、幼い頃から食べてるものはね、なんか、舌が記憶してるのよ、うんうん、楽しい思い出とともにね、うんうん、なんかあの一人でチキンラーメン作るとき、楽しかったんじゃない <laughs> 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 なんかそんな気がちょっとするなぁ、えー、いろいろああラーメン大統領でネギとおっさんににんに唐辛子山盛りで食べるのが好きだったりするランプねうん薄井さんがもう美味しいインスタントラーメンなんですかマチャありがとう私はですね、うん、マルタイのちゃんぽんが好きですねえストレート麺の あ違ういやカップ麺になってるんですけど、うん、マルの棒棒ラーメンももちろんそうなんですけどそのカップ麺になって、うん、マルタイのチャンポンっていうのがあるんですけど、うん、この完成度は私はかなり高いと思います,、ね、っます売ってますあ売ってますカップ麺カップ麺ですマルタイのチャンポン顔帰り <laughs> <laughs> えー、そうなんだ俺も好きカップのチャンポン具が多いえー、そうなんだアベックラーメン食べたいえわ、ー、かんないアベックラーメン 熊熊本ですぐ出ますね, <laughs> すますねカップヌードルのシーフードミルクだけが唯一食べれるそうなの俺ダメなのよカップヌードルのシーフードミルクがなんかダメなのよあれはもうちょっとラーメンじゃなくてヌードルですよまさに<ー>まさにヌードルですよトマトジュースでインスタントラーメン作ったことある割と美味そうなんですかバクさんからですけど それはまだやってないですね。危険ですね。今日はやめたいですね。<laughs> 今日は、今日だ今日はやめときたいですね。今日はやめときたいです。最近カップのちゃんぽんが多いね。そうなんですかね。そうですね。ちゃんぽんが今流行りになってるみたいですね。あ、そうなんですか。そ、うん、ちらのメーカーもちゃんぽん今。盛んに新商品出さ。れてます糸麺<ー>のちゃんぽん麺も美味しい西村から。うん、ちゃんぽん食べたい。ほうじ茶ラたでラーメンとかできないから、やめといた方がいいんじゃないですか。藁。うーん。今ちゃんぽんがボンボンそうです。マルタイのカップ麺はちょっと買いです。 みたいなとこでいいですか。<laughs> <laughs> あとうすいさんとこの親父の屋台マジ美味しいんで皆さんもえースーパーとかで売ってますかねうすいさん。そうですねアバンセさんでしたら上時置いて。 くださってるんでえもしあのお店に行ってないときはこれ入れてくださいとお店の人に言ってください<ー>そしたら臼井さんとこの営業者が走って届けますの、ね、で <laughs> ぜひぜひお願いいたします、えー、ぜひ臼井さんのラーメンセミナーを開催したいと思いまして臼井さんちょっと考えてください本当二2軒ぐらいみんなでツアーしよう,ツアーしようと思ってそうですね,ねちょっと右寄りの店と左寄りの店とそうですね、えー、でなんかちょっとこうみんなでアンケート取ってね えー、え右寄りと左寄りっていうのは、いやいやいや、あの前お話ししたと思うんですけど、広島ラーメンにも、澄んだスープの,その豚骨醤油と、白濁した豚骨醤油とこと、右と左があるんですよ。 その両方を食っていただくと広島ラーメンの流れっていうのがわかりやすいかなとはじゃああの広島ラーメンの歴史とともにうすいさんが解説してくれるということなんで <laughs>、えー、ラーメンセミナー近日公開したいと思いますんでよろしくどうぞお願いいたします今日どうもうすいさんありがとうございました、はい、ありがとうございましたえー、な長く付き合わしてしまいましてね本当にねラーメンで1時間ですね今日ねですね,ね。えー、来週火曜日お休みでございますみんな申し訳ないです来週は金曜日の夜8時からプロレスの時間にありますんで <laughs> プロレスやってねえよってワールドプロレスリング来週はね火曜日ごめんなさい本当トね私がね来週の火曜日はですねもうほんとぶっちゃけて言いますけどね東京に行くんですよ帰ってこれないんですよこれが申し訳ないです東京からあれことも考えたんですけどやり方が分からない <laughs> <laughs> やり方がわからないんで、来週は火曜日はちょっとお休みさせていただいて、金曜日の夜、夜8時でございますんで、えー、ぜひ皆さん、金曜日の夜8時になったら、またここを覗いていただきたいと思います。2時間スペシャルですかいや、カジュアル放送局あるんで、1時間ですから。カジュアル放送局10時からでしょです。ねえー、っと、それを見たいんで、えー、9時には終わると思いますけども、1時間お付き合いいただければと思います。よろしくお願いいたします。 メイプルカイザーさんが出してほしいで新しいマスクができたっていう噂があるんですけどメイプルカイザーって誰でしたっけイルカイザーは誰でしたっけというのでまあもし来てくれるんならね来てくれてもいいですけどねプロレスの時間なんでねオープニングだけ飾ってもらって誰ですかっていう。 <laughs> 私はちょっと、かきたつさんに相談して決めたいと思いますんで <laughs>、よろしくお願いします。今日もも85人の方がご覧いただきまして、どうもありがとうございます。えー、明日からのえツイートは、あ、風間さんもどうもありがとうございます。伊藤さんによろしく伝えてくださいね。会えればいいんですけどね、伊藤さんにね。えっ、ー、と来、何でしたっけ。えっ、ー、と、そう、来週は、えっ、ー、と、来週のツイートは、臼井さんとラーメン食べたいっていうので、ちょっとね、盛り上げてください。それから、えっ、ー、と、混ぜ麺も食べに行ってください、一平屋。 ぜひ皆さん来週の月曜日から、えー、っとトロローのマズメンがスタートしますんで600円でございますんで半面にすると500円でございますんで卵がいらないって言うとちょっと割引してくれるそうでございますんでご飯まで食べていただきたいと思いますどうも本当に皆さん今日ちょっと5分早いんですけど、えー、ラーメン買いに行かなきゃ <laughs> <laughs> マルタイのカップ麺買いに行きますんでそろそろこれでお別れですこの曲聞きながらじゃあまたおやすみなさい今日もありがとうございました。 にはあるから、「口を毎日文字に結び」「今日も僕らはよく明日さ」